ブリアナ・バンクスはドイツ・バイエルン・シューメン編生まれのポルノ女優である。2001年から2009年までビビッド・エンターテイメント専属女優。2010年に一度引退したが2016年に女優復帰。2012年12月6日、ブリアナはロサンゼルスで飲酒運転により逮捕された。彼女はマクドナルドのドライブスルーで前の車に接触事故を起こした。 駆けつけた警察官は彼女の様子が明らかにおかしいことに気づき、検査を行ったところアルコールが検出されたため、現行犯逮捕となった。彼女は警察で記録された後、間もなく釈放された。2006年10月13日、ペンシルベニア州ピッツバーグのホティ、TV ニュースが、バンクスが大人のおもちゃ製造業者に対する連邦訴訟を起こし、 同社が彼女の正規の型を制作する合意に違反したと主張していると報じた。彼女の告訴によると、ドック・ジョンソン・エンタープライゼス社はそれらの複製から未許可の製品を10製品制作したが、合意では同社が制作することになっていたのは2製品だけであるという。バンクスは損害賠償として7万5000ドル以上を求めている。ドック・ジョンソン・エンタープライゼス社の弁護士は、 この訴訟はニュースで名前を売るための彼女の絶望的な試みであると述べている。また、同報道では彼女を地元のポルノスターと紹介しており、彼女が現在ペンシルベニア州アレガニー郡のどこかに住んでいることを伺わせる。ザベスト・オブ・ブリアナ・バンクス、ザベスト・オブ・ブリアナ・バンクスに、ブリアンナ・バンクス aka フィルシー・ォアー13、ありがとうございます。